おざす。いやー今日は寒いっすね。雨本格的な雨ね。そうですね。あ、今ここどこですか。東久留米。東久留米。今日こんなとこ呼び出してどうしたんですか。お前がセッティングしたん。今日はちゃんとプランニングされた。あれだ、あ、プランニングされた、うん、今日どちら行くんですか。じゃあイルカ東京、話題の新店ですよ。みんなよく行くよ。そうですね、サンブレー系の超早いようなとこに知らせてるの、すごいね。イルカオブザの行って行ったり。そうなんですよ、ラーメンデータベースでも、あれ2巻、すごい、うん、2巻取ってるんですよ。なに、すげえ最近でしょ、まできたの、うん、すごいね。そう、1位ね、桜木さんとかの動画でね、そうやってたよね。やってたね。2種類やって、ああ力入れてんなと思って、うん、練習してたね。ハイレベルだ、うん、我々もついに、うん、ね、行く時が来ましたんで楽しみですね。まあ抑えて控えてくれてる、ね、うん、なんでもコルチーニだけが、うん、そうだね、ね、入ってるっていう金色男という人か、まあトリュフとかコルチーニみんなね、うん、使うとこ多くなったよね。ブアニルさんだっけ。そうそう、きなこを使うっていうのはすげえ、もう20年くらい前から出汁でさ、うん、ポイント、まあ和風の煮物とかだったら基本なんだけどさ、うん、ラーメンの出汁に使うっていうのが、うん、すごいニューウェーブ系とか勉強してるやつの最先端だったみたいなのがあったけど、うん、それが今トリュフとかポルチーニになってくるんで、ね、うん、あー、どういうの、意識高いですね。あ、楽しみですね、はい。
具材が素晴らしい。じゃあ早速総括お願いします。すごい店が来ましたね。うまかったね。超本格化。新店とか新人ではないのアグラガニ。どこに行ってたの？え、どこに行ってた？どこに行ってた？どこに行ってたって何？汎用区。すごい決まってたけど。ああ。すごい。もう見た感じ店舗はすげえ。想像よりこじんまり？すげえこじんまりしたけど、うん、中に広くて。うん、雰囲気は超飯田商店テイストがあるよね。あー割烹系でね。割烹ね。当然、うん、飯田商店のそういう内装のスタイル、あとは丼やしなそば焼き屋のさ、あの、うん、丼そういうテイストがあってちゃんと麺が入ってるやつ、うん、でも麺揚げとかも長村麺三郎タイプのあれでスタイル、そうだね、手棒で揚げて平ざるでちゃんとビシッとしてあれ、うん、2回切ったね、うん、麺は2回安いね、うん、もうスープのこだわりがすごい、どっちも、うん、醤油系と塩系で2つあってそれぞれ醤油塩に柚子とポルチーニのこのつくやつとつかないやつがあるんでね、うん、柚子ポルチーニのないバージョンもそれぞれあって、うん、出汁がすごい海鮮系のオマールエビムール貝とかポルチーニとかもちろん、うん、海鮮鶏、地鶏、名古屋コーチンとかその地鶏とすげえな、合わせた動物系、牛バイ系の絡みだったすげえ、そこにキノコ、うん、口の中旨味で溢れてるね、うん、すごい、すごい、あと多いよね、
し、すごい。まあこのタイプの味噌を結構持ってましたね。おお。ね、一頭で修行してるのが麺屋一頭のだったりする。ね、あの宿、うん、宿のやつ、ね、回転回転以外のは、うん、あとナギ、うん、ナギと麺一頭。すげえな、すげえ来たな。来たね。すごい。あと麦とろご飯。うん、まあ、いくら乗ってたね、うん、まあみんなあれは300円だからね。なんかチープっていうか、なんかまがない系のあれじゃないんだもんね。ちゃんと一品のあれに仕立てて、すげえ芸が細かい、うん、まあとろろにもうだしとか味ついてんだけど、さらに青のりとか、うん、ごまとかちょいだけど振ったんで、ね、ああいうの嬉しいよね。もう芸細すごい、うん、びっくりした、すごいね、これ期待できます。じゃあ星いっちゃってください。 2.5 です。来た、 2.5。 これはすごいですよ。新人優秀賞とか言ってるけど、すごい伸びしろ、すごい。あ、やっぱ特別なこだわりで、もっとないやつでハイクオリティなやつをやりたいっていう、それがすげえ伝わってくるよね。非日常感、絶対やらないやつをやりたいの、すごい分かる。そういう新しくて超うまいっていうものみたいな、これ今すごい。鶏醤油とかあれの系譜ではないんだ、今流行りの似てるけど、やっぱ魚介を絡めて複雑な味にしようとか、まあどっちかっていうとこのシナというのとかシナとかだけど、もっと主張してるね、やっぱり出汁がね主張してるよ。すごいです。はい、ありがとうございました。Ooh.